んばんは。こんばんは。ロアッソマガジンまさやです。加納舞です。さあまずは J2 第14節 FC 岐阜戦のダイジェストをご覧ください。4連勝をかけて臨んだ最下位 FC 岐阜との J2 参入同期対決。序盤からペースを握ったのはホームの岐阜。前半5分、27番フォワード樋口がこの位置からミドルシュート。15分にも10番ミッドフィルダー三尾からパスを受けた樋口が反転して右足でシュート。ここはなんとかロアッソゴールキーパー南がゴールを死守します。一方ロアッソは23分、2試合連続ゴール中の新加入28番ミッドフィルダー堀込が相手選手をドリブルでかわしミドルシュート。しかしシュートは力なく岐阜ゴールキーパー時久にキャッチされます。お互い無得点で迎えた後半、ロアッソに最大のピンチが訪れます。19分抜け出した岐阜27番フォワード樋口がキーパーと1対1。ここは守護神南がビッグセーブ、ゴールを許しません。先制点が欲しいロアッソは26分、10番ミッドフィルダーヤブに変えて9番ミッドフィルダーファビオを前線に投入。するとそのわずか1分後、ファビオのクロスに17番フォワード斉藤。このシュートは岐阜ゴールキーパー時久に弾かれてしまいますが、ここから一気にゲームの流れがロアッソに傾きます。29分、38番ミッドフィルダー橋本がボールを奪うと、途中出場11番ミッドフィルダー藤本、7番ディフェンダー片山とつないで斉藤。これは惜しくもポスト直撃、ゴールなりません。そして45分、ペナルティーエリア内でこぼれ球を拾った途中出場14番ミッドフィルダードゥグラスがドリブルで持ち込んでシュート。J2 参入同期対決となった FC 岐阜との一戦は0対0のスコアレスドロー、勝ち点1を分け合いました。同期岐阜との対決だったんですが、結果はスコアレスドローと4連勝とはなりませんでしたね。そうですね、後半惜しいシーンはたくさんあったんですが1点が遠かったですね。次に期待しましょう、それでは順位確認しておきましょう。はい、14節を終えてロアッソは4勝5分け5敗、勝ち点17で順位は1つ下がって15位です。さあ続いてはこちらのコーナーです。ロアッソ熊本、次節の対戦相手は栃木 SC。 栃木のここまでの成績は7勝3分け4敗、勝ち点24で5位。上位対決となった第14節長崎戦は2対2の引き分けに終わっています。ホーム水前寺競技場で栃木を迎え撃つロアッソ、勝ち点3獲得なるか。今回は5月に FC 東京から期限付き移籍、3試合連続フル出場の38番ミッドフィルダー橋本健太選手に栃木戦に向けてお話を伺いました。まずは恒例の一問一答に答えていただきます。はい、まず熊本の印象を。暑い今日は特に、今日は特に暑いですね。あと虫が多くて、あと道馬の匂いするとかあって、それはびっくりしました、サッカー選手としてのご自身の武器は何でしょう。ボールを奪ってからの、攻撃の起点となるプレーっていうのを自分の武器だと思ってます。最後に熊本での目標を。そうです、ここからやっぱ全試合に出場して2点取りたいですね。さあ改めまして橋本健人選手です、よろしくお願いします。よろしくお願いします。熊本への期限付き移籍というのはどういうお気持ちで決められました。やっぱり FC 東京で試合に出れてなかったので悔しい気持ちもあって、試合に出たいって気持ちは強かったのでレンタル移籍してきました。アンダー18とアンダー19日本代表で実際指導なさった吉田監督から、ご指名でというふうに伺ってますけども。そうですね、電話も来て、
一緒に頑張ろうっていうふうに言われましたね。なんかあの話が来たら即決だったというふうにも伺いましたが。そうですね、やっぱりなんか変化を求めてたんで僕自身で、その中で話が来たのでもうすぐ決めましたね。もう熊本に来て2週間ぐらいなるかと思いますが、そうですね、はい、仲の良い選手とかっています？同い年のケース、海選手とか、はい、森川選手とかすごいよく話しますね。ご飯行ったりとかそういうのありますか？はい、行ってます。いわゆるベテランの選手ともお食事行ったりっていうこともちょっと拝見しておりますが。そうですね、水戸戦の後に北島選手と南選手とファミレス行って、その試合の反省だったりもサッカーの話を結構熱く語ってくれてて。それは、誘っていただいた感じですか？誘ってもらいましたね。ほう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 。試合の後はサッカーの話しようっていう風に言ってもらって、北里さんの昔の話だったりとかもいろいろ聞いたりして。へえ、はい、なかなか貴重な時間ですね。そうですね、本当にありがたいですね。そして、まあ、移籍して早々の、まあ、ホーム水戸戦で、スタメンフル出場、しかもこれが J リーグデビュー戦と分かってますけども。そうですね。どうでした気持ちは？やっぱり試合前はすごい緊張して、まあ、試合入ったら全然大丈夫だったんですけども、やっぱり最後の方は足つっちゃってすごい疲れましたね。例えばそのかつのチームメイトから何か連絡があったりというのあります？結構来ましたね。どんなことが？まあイエローをしょっぱなもらってしまったんで相変わらず行ってるなみたいな感じで練習の時結構ガツガツ行ってたんで、向こうでも、そうですね、イエローお前もらいすぎんなよっていう感じで、まあおめでとうって、デビュー戦おめでとうっていうのも何回メール来ました。まあここまでその3試合連続、まあ、フル出場ですけども、例えば疲れとかそういうの大丈夫ですか？そうですね、まあ、結構終盤、試合の終盤は結構疲れますけど、だんだんやっぱ試合重ねるごとに慣れてきました、はい。まあ、そして試合の後には、まあ、恒例のパフォーマンスカモンロストがあるわけですけど、はい、いかがですか？テレビで見てたんでやりたいなと思って、初戦でやることができてよかったですね。楽しかったです。おなんか不慣れとかぎこちないとそういうことはなかったですか？いや、ちょっとぎこちなかったと思いますけど2試合目は大丈夫でした、乗れました次はホーム栃木戦になりますが、はい、最後に一言お願いします。そう、栃木の印象としてやっぱアグレッシブなチームだと思うので、まあ、そこの球際の戦いだったりで負けないで自分たちのサッカーをやって勝ちに行きたいと思います。さあ改めて次回のゲームご紹介しましょう。はい、5月19日日曜日、ホーム熊本市水前寺競技場で J2 第15節栃木 SC 戦が行われます。キックオフは午後1時です。それでは今週のロアッソマガジンはこの辺で。もっとロアッソ